はい、どうも、はるきです。今回はこちら。なんか100円ショップダイソーで売ってた滑り止めマットをブラウンを買ってきました。バイハーイ。はい、というわけでね、皆さんご存知のウルラさん、ウルラゆっくりベイブレード、ウルラさんがいるんですけど、いつもこうベイブレードの対戦動画とかを上げるときにね、こうシュートしてから、こうやって押さえるじゃないですか。そのね、ウルラさんがそのスタジアムを動かなくする方法ってのをやってて、これが、あったんで買ってきました。レオトイさんがやってるね、ここのここをなんかセロテープかなんかで止めるって方法は床がねこの絨毯なのでできないんですよ。まあこれもね効果を発揮するかわからないんですけど、とりあえずやってみようと思って100円なんで買ってきました。でこれをね引いてベイブレードを回すだけの動画です。まず開封というか封印を解いていきましょう。この巻物の封印をこう解いて、あーいいね、ぬちょぬちょ感、この音、あ、最高。はい、こんな感じでね、45cm×80cm の無駄に横長のシートなんですけど、これをこの絨毯に敷きまして、で、この上にスタジアムを置くわけですよ。はい、ジャストだね。この幅は、縦幅はジャスト。こんな感じです。あー、いいね、いいね。あ、いいね、いいね。全然、絨毯でもちゃんと機能発揮しますね。じゃあ、この覚醒ビクトリーバルキリー回していきたいと思います。これで動かなかったらもうね、抑える必要がないから。わかりづらかったね、今。すげえ、すげえよ、全然動かない。すげえ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 、これ、はぁ、こはぁ、これいいわ。ありがとうございます、ウルラさん。これ最高だな。おすすめです、皆さん。で、これね、自由にハサミでね、簡単にカットができるので、こうやってね、スタジアムのサイズにこう、合わせまして、この横幅を切っていただける。まあ、2個分はギリギリ無理かな。いや、これ2個分いけますね、多分。こう、結構詰め詰めでやれば、2個分余裕でいける長さですね。105円、108円なんで、お得ですね。僕はちょっと大きめに作ろうかな。で、こういうのをね、やるときはね、適当にすればいいんですけど、こういう定規とかを使っちゃったりしてやりたくなっちゃう症候群なんですよね。でちなみに何でもかんでも症候群に従う症候群ですね。俺は今回この定規が 50cm マックスなんで、あれもう正方形にしたいから45にするか。45で切っていきます。線が引けないからさ、ちょっと勘で45を伸ばしていかなきゃいけないんですよ。これ編み編みになってるんで、この編み目の位置をこうちゃんと覚えて進んでいけば、だいたいまっすぐに切れるかなと思います。はい、切れました。この余ったやつはこのスタジアムのこの裏側、こことかになんか両面テープとかなんかでくっつけて、これに引けばさらにね滑り止めが効くんじゃないかなと思います。これはなんか使い道が他にありそうなんで、畳んで取っとこうと思います。これね、絨毯でもフローリングの方が活躍すると思うんだけど、基本何でもね滑んなくなる。うん、すごくいい。でこれしかも1ロール108円でスタジアム1個分は余裕でカバーできるぐらいのサイズなので、これ1枚買っとくとこう滑んなくて、ベイブレードの性能をねしっかり発揮できるんじゃないでしょうか。しかも切りやすい、簡単に加工というかこうやってハサミでね簡単に切れて、ちゃんと性能も高いというかいいんじゃないでしょうか。というわけでこれからこれは愛用していこうと思っております。とウルラさんのチャンネルは概要欄にねリンク貼ってありますので、よかったらご覧ください。勝手に許可なくやっちゃったんですけどごめんなさい。というわけで今回はスタジアム本体をがっちり固定する108円でできる方法というのをねやっていきました。よかったら 元ネタのウルラさんのチャンネルから動画見てください。これですね、ダイソーに売ってます。多分どこの100均にも売ってるかな。そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。